それでは始めていきましょう。まずはマットの後ろの方に正座で座っていきます。両手ふわっと楽なところにしておいて、背筋をぐーっと上に伸ばしておきましょう。不安がなければそこで優しく目を閉じていきます。鼻づまりがなければ鼻呼吸を続けて、鼻から吸うときは背筋をぐーっとぐーっと上に伸ばしていき、吐く息はお尻や座骨の方に向かって呼吸を送ります。体の中心の軸を上にも下にも伸ばすようなイメージです。あと一呼吸。それでは次の吸う息でゆっくりと目を開けて光を入れていきます。両手をそのまま前についたら四つ這いを作っていきましょう。肩の真下に手首のポジションですね。キャット&カウから吸う息で背骨の長さを感じ、吐く息両手を押したらおへそを高くで背中と腰をぐーっと丸め、目線おへそを覗き込みます。吸う息が始まったらお尻の骨を斜め上、ちょっとずつ体を反らせていき、胸と目線も斜め上、ご自身の細く長い呼吸に合わせて続けていきましょう。背骨、ね、一骨一骨の空間を広げてあげて、骨盤が少し前や後ろに傾く動き、そこに背骨の動きをつなげ、全身をしなやかに滑らかに動かしていきます。それでは次の吸う息から吐く息、どちらかが終わったら体を真ん中へと戻してきて、そのまま両方のつま先を立たせた状態でお尻をかかとの上にぐーっと近づかせていきましょう。足の裏を伸ばしていきます。つま先をふわっと寝かせ、お尻かかとの上で手をぐーっとぐーっと前に伸ばし、エクステンドチャイルドポーズ。パワーは開いておき、ゆっくりとダウンドッグつながりましょう。目線手と手の間からつま先を立て、お尻を斜め後ろ遠くの高く、最後に目線を足と足の間に送ったらダウンドッグの完成です。少し足踏みを入れていきます。吸う時には背伸びを入れて、吐く息どちらかのかかとをぐるんと床やマットにフォローするようにしていきましょう。どんどん長い背骨を作っていきます。それではそーっと動きを止めていき、両膝を曲げたらふわっとマットに置いちゃいましょう。そのまま体を起こして膝立ちになっていきます。足だいたい骨盤幅ぐらい。そこから右足をポンと横に出していきましょう。吸う息が来たら左手を持ち上げて、右足の方に向かって体を倒していきます。右手は膝以外の足にふわっと置いておきましょう。そこで一呼吸、鼻から吸って、ゆっくり吐いて、そしたら背中を少し丸めながら両手をふわっとマットに置いちゃいますね。吸う息で一個背筋を伸ばしていって、そのままいければゆっくりと手を前に前に、胸をマットに下ろしていきましょう。またはね、近づけるだけでも大丈夫です。右の内ももに少し伸びを感じ、お尻高く高くで、あと一呼吸。ゆっくりと両手マットを敷いて、の位置を元に戻せたら右足を戻して、そのまままた体を起こして膝立ちですね。反対も行ってみましょう。今度左の足を横にホイッと出して、お尻が引きやすいです。お尻ぐっと持ち上げて、この付け根を、ね、伸ばしておきましょう。吸い気が来たら右手はぐっと上に伸びて、その伸びを使いながら体を左足の方に向かって倒していきます。余裕があればお顔斜め上方向、
そこで一呼吸吸って吐いて、そのまま両手をふわっとマット前の方について、吸う息で一個背筋を伸ばしてみましょう。ちょっと体反るぐらいのイメージ。いければ手を前に前に歩かせて、体ぐーっと上体マットに根付かせるぐらいに下ろせそうであれば下ろしていく。この時もお腹は少し引き上げておきましょう。あと一呼吸、はい、ゆっくりと両手でマットを押し、手の位置を元に戻せたら左の足も元に戻して、もう一度お尻かかとの上で手をグッとダウンドッグへと戻していきます。そこから吸う息が来たら、今度は両かかとアップ背伸び、上体を前に送ってプランクポーズでちょっと熱を作りましょう。頭頂からかかとが一直線、一呼吸吸って、はい、お尻を持ち上げてダウンドッグへと戻ります。ふう、もう一回行ってみましょう。両かかとアップ背伸びから、上体を前に送ってプランクです。お尻が上がったり下がったりしないところにしておきます。あと一呼吸、吸う息でゆっくりとお尻を持ち上げてダウンドッグです。ここからちょっと足を上げてみましょう。吸う息で右足をマットと平行、お尻の高さ少しおへそを右にできたら、右足気持ちのいい高さにグググググッと引き上げていきます。この時背中腰丸まらずに、最初に作ったダウンドッグの背中をなるべくキープ。右足をそっと曲げたら、かかととお尻を近づかせて膝頭を高くしてみましょう。そこで一呼吸、その右膝をぐーっとお顔の方に近づけてみます。吸う息が来たら右膝もう一度高く高くして、一呼吸、鼻から吸ってゆっくり吐いて、はい、もう一度その膝をそっとお顔の方に近づけたら、手と手の間にふわっとセット、かかとの上に膝です。左の足膝すね、こう大きい体そーっとそーっと起き上がっていきましょう。前の足はかかとの上、膝キープにしておきます。吸う息が来たら両手をバンザーイにして、今日は両手のひら合わせて合掌、合掌の手を斜め後ろ遠くに引っ張って、一呼吸吸って、はい、両手をふわっとほどいて手のひらマットに置きましょう。後ろのつま先立たせて膝を上げられたら、足を引いてプランクポーズで一呼吸、鼻から吸ってゆっくり吐いて、お尻を持ち上げダウンドッグで鼻から吸ってゆっくり吐いて、反対で行ってみますね。左の足をお尻の高さ、ちょっとおへそを左にしたら、気持ちのいい高さにグググググッと引き上げていきましょう。長い背中にしてあげて、左足を曲げ、かかとお尻を近づかせ、膝頭をもう一つ高くして、左の付け根を少し伸ばしていきましょう。続いていきます。そこからその膝をお顔の方にグーッと近づける。吸って膝頭高く高く、先ほどよりもあとちょっとだけ引き上げてあげて、はい、ではでは、そこからゆっくりと手と手の間に左の足を置いていきます。かかとの上膝ですね。右足膝すねこを置けたら、そーっと体起き上がっていきましょう。吸う息を使い両手をバーンザイ、手のひら同士を合わせられたら、少し目線胸を斜め、そこで一呼吸吸って、はい、両手をふわっとほどいていって、手のひらを一
ていきましょう。後ろのつま先を立たせ膝アップ、左足を引いたらプランクポーズで一呼吸、鼻から吸ってゆっくり吐いて、お尻を持ち上げてダウンドッグで鼻から吸ってゆっくり吐いて、そしたら手足をマットの真ん中あたりに持ってきて、足を肩幅ぐらいのガニ股に、膝を深く曲げていき、体をそーっと起こしてマーラーサナーの準備。安定していれば両手は胸の前合掌にして、きつい方かかと浮いてても大丈夫です。両方の肘で内ももを少し開かせてあげて、背筋を長く長くしていきましょう。股関節少しずつ開いていきます。体に熱を作り出しましょう。安定していたらゆっくりと目を閉じていきます。そこで一呼吸、鼻から吸ってゆっくり吐いて、さらに両手のひらをふわっとほどいて、そーっとマットに置いていきましょう。余裕があったらちょっとずつ体を前に前にいってみます。じわじわと股関節のあたりが今度は温かくなっていきます。さらにいけてれば少し体を揺すってみましょう。アキレス腱やふくらはぎの下の方ですね、じわじわと伸びていきます。はい、ゆっくりと真ん中で動きを止めて、両手の位置をちょっと自分の方、そのままお尻をぐわっとマットへ置いちゃいましょう。両膝を抱えていき、背中腰をだらんと脱力。ゆっくりと体を起こしていきます。はい、では今度はですね、仰向けに入っていきます。仰向けに入れたら、ちょっと体をゆらゆらとさせて、力を緩ませておきましょう。そっと動きを止め、片足ずつ足を曲げたら両膝を立たせていきます。右足で4の字を作っていきましょう。で、左足の位置をマットの左端までずらしていきます。少しマットからはみ出るぐらいで大丈夫です。両手は肩の高さぐらいふわっと置いて1個吸いましょう。吐く息が来たら両膝をその足の形のままぐーっと右に倒していきます。左の股関節を少しね、中側に入れてあげて、股関節周りのバランス整えておきましょう。お顔の向きいければ左側につけて、そこで一呼吸、ではでは、そう、足を元に戻し、組み替えていきましょう。左の足で4の字を作り、ちょっと右足をですね、端っこにずらしておきます。1個吸い、吐く息が来たら両方の膝を左に向かってぐーっと傾かせていきます。お顔の向きを右側につけていきます。不安がなければまぶたを閉じ、そこで細く長い呼吸を入れていきます。あと一呼吸、はい、ではでは、ゆっくりと体を元に戻し、足をほどいていきましょう。両膝を両手で抱えて、ガス抜きのポジション。体を少しゆらゆらとさせて、背中と腰、緩ませていきましょう。真ん中で動きを止め、あと一呼吸。
両手をふわっとほどいたら、両膝を立たせて、その膝をなんとか左右にゆらゆらとさせましょう。緩んできたなと思ったら動きを止めて、片足ずつ足を伸ばし、最後のシャバーサナーへとつながっていきます。手足の位置は楽なところ、体の全身力を緩ませていきましょう。鼻から吸う息は体の隅々に呼吸を送り、吐く息はふーっと体が重たくマットに沈み込むようなイメージ。最後のお休みのポーズ、シャバーサナ入っていきます。